小ぶりだね。アベレージサイズじゃない。タコちゃんが釣れました。かわいいサイズです。鮮魚鈴園さんでタコの締め方を教えてもらいます。タコが大量に、あ、なんか道具で、はい、はい、教えてあってください。プロが詳しくないですね。お邪魔します。この目のここの硬いところがあるんですけど、ここに、あ、硬い、そこが、はい、あの急所というか、はい、人間でいうと眉間みたいな、そうですね。でこの辺から刺して、はい、あ、いいですか。あ、どうぞどうぞ。お尻から刺してこの硬いところを、はい、切るというか、くり抜くというか、そうですね。こっちに抜いてくるんですね。なんか触この辺でガリガリやると分かるんですけど、はい、そうすると色が白くなるんですけど、これで締まった。おお、すげえ、色変わった。すげえ、おお、はあ、死んじゃった。大地くん一匹いるからやってよ、はい、やってみます、はい、これじゃあ普通のナイフでもできちゃうってことですね。そうですね、これぐらいの細さなら何でも、はいはいはい、アイスピックとかでも、あ、いけるってことですね、はい、大地くん説明しながらお願いします。では聞いた通り、ここからここから目と目の間に向けて刃を入れていく。刺して、はい、これちょっとじゃって刺したりとか危なそうですね。なんかこれ切れますもんね。苦戦中。ぬるぬるするなこいつ。あ、行ったかな。なんかいる。うん、ここ硬いとこ食いって。やった。うん。離してみ、白くなったのそれ。先生大丈夫そうですか。大丈夫ですね、あの色が全然違うんで、白と。あれ、まだダメですよね。あ、大丈夫ですよ、あの締め方によってなんか半分だけ色が変わったりして。あ、はい、完全には死なないんで、タコは。へえ。おさらい、どこから刺したのかちょっと広げて見せてもらっていいですか。ここから入れるんですね。ここから入れて、はい、ぎゅーっと入れて、入らん閉まっちゃった穴が。あ、入った、はい、で、眉間のところに、ここですね、この硬いとこ、目と目の間の眉間のところ。あ、今動いたんで、うん、クイッて、オッケーオッケー、はいはい、ありがとうございます。意外と思ったより簡単なこれがじゃあ一番釣った時に簡単な。そうですね、あとそのまま尖ったもので目と目の間を突く人もいますし。あ、そのまんま、はい、外から。へえ。あ、どうぞ。じゃあある程度なんか刃先が切れるようなやつだったら直接眉間のところに刺しちゃっても大丈夫。大丈夫、大丈夫。タコは意外にじゃあ締めやすいっちゃ締めやすい。簡単ですね、タコは。黒鯛とか締めるよりも。そうですね。力はいらないというか。ピュッてやる。でこれ締めた後に冷凍してぬめり。あ、そうです、ね、そうです、はい、このまま生で今こうやって切ったとしたらそれでも別に食べれるんですか。あ、刺身なら生のまま。あ、そうですね、ですね。お腹空きましたね今食べたじゃんありがとうございます、はい、締まりました、イエーイ